先週の月曜日にラジオ終わって、で、3時ぐらいから、まあ、うだうだ話とかをしてるうちに、僕、火水って仕事がお休みだったんですけど、このパターンだと家に帰って、で、まあ、5時半、6時ぐらいに寝て、で、昼過ぎに起きて、火曜日のオフに関しては台無しにするな、みたいなことをちょっと思いつつ、それももったいねえなと思ってる時に、九州。ちょっと前に一回触れましたけど、井上陽水さんのお嬢さんの、イフサラサさんっていう人と、ストライク TV の出演の際にちょっと交流ができて、メールアドレスを交換するみたいな珍しいことが起きて。で、さらには、その、イフサラサさんの、井上陽水さんのお嬢さんのイフサラサさんのお父様の井上陽水さんからね、逆輸入ですよ、今。ね、ちょっと逆輸入していましたけど、井上陽水さんからもメールをいただいて、で、その、いつかこう、福岡で会いましょう、みたいな話があって。それで、僕もバッティングセンターを今、日本中のバッティングセンターを巡ってるから、福岡も行くことありますんで、って言った時に、僕その福岡、九州、福岡県界隈のバッティングセンター調べて、行くとしたらこんなルートかな、みたいのをもう作ってあって。で、朝4時半ぐらいになってから、あ、このまま寝るんだったら、家で4時間寝るのも、新幹線で4時間寝るのも一緒だろうとなって、一旦家帰って、家で荷物持って、そのまま品川駅まで行って、品川駅6時発の新幹線に乗って、で、そうすると、その4時間20分ぐらいで、小倉のところに着きますんで、その小倉界隈、のバッティングセンターも自分でマップを作ってますから、その、小倉で4時間寝たら、そのちょうどバッティングセンターが開き始める10時頃にも着きますから、その小倉のバッティングセンター行こうってことに急に決めて、それで家にその電話かけて、朝4時半ぐらいで半寝ぼけの神さんに、今から九州旅行に行くから、その、福田のなんだの用意しろって言って用意させて、それで家に行く。で、家の玄関から折りたたみの電動アシスト付きチャリと、その神さんの持った、その作った荷物を、多分木曜の昼間に帰ると思うぐらいのことを言って、それで、新幹線乗って、で、小倉に行ったんです。これが今回の、その、福岡旅行の超思いつきのスタートなんですよ。で、めんどくさい。いろいろこう、こういうことを行き当たりばったりやってるうちにいろんなことを学ぶんで皆さんも参考にしてほしいんですけど、まず、一個前で、この話多分しなかったかもしれない。和歌山行った時に知ったんだけど、電動アシスト付きチャリについてるバッテリーには、機内持ち込み制限のルールがあると。で、これは、ホームページを、いろんな空港のホームページを細かく探っていくと見つかることらしいんですけど、1500ワット、容量が1500ワットを超える、バッテリーは、手荷物はもちろん預けることもできない。要は、飛行機で運ぶことができないんです。で、それに関しては、かなり低い容量の1500以下の僕買い直したりとか、ま、いろいろしてるんですけど。で、だから、今回の旅も、九州結構巡るから、一番容量の大きいのが行きたいんだけれども、それ飛行機に乗らないって知ってますから、知りましたから。で、あと、皆さん知ってるかどうかわかんないんですけど、一番前の席の人はプリンを買うなっていう。もしくはプリンは腐るの覚悟で、保冷剤なしで買えか。あとずっと持ってろって、これ新しいのありますけどね。で、ほら、楽しい話するのに変な感じにまだなっちゃったけど。なんで今お年玉もらってみんなで喜んでるのに3年前のお正月におじいちゃんが餅を喉で詰まらせて死んだ話をもう一回するわけ？で、ことを覚えたから、今回はそのすごいでかい容量のバッテリーを持ってく代わりに新幹線で持ってって、で、帰り飛行機に乗る前にもう使わないから宅急便で送るっていう。その、今回の、いろんな、着古した洋服とか、荒っぽい体で破いてしまったダッチワイフとか、そういうやつを全部荷物に詰めて、で、その、使い終わったバッテリーとか、その充電器とかもいらないから、それは福岡に捨ててきてもいいんじゃない？
でも、うちで埋葬したいじゃん。埋葬、そのレベルで愛してるんだ。で、その、よく、しかも神さんそれ聞き聞かして入れたな、荷物に朝4時半に。あなたどうせ出先でいるでしょ、ダッチワイフって入れたな、おい、お前。なんだろうね、九州っていう、その、すごく男の力強いと言われてる街で、荒っぽくなったのかな？もう、いろんな箇所が破けちゃって、ね、フシューってなっちゃったやつなんですけども、ね、持ってってなかったですね、それね。その、荷物いっぱい持って、出かけるわけです。出かけて、小倉に行って、これで、小倉、いや、一番、まあ、かいつまんでると一番すごかったバッティングセンター。とんでもねえのあるなと思ったのは、小倉で一番ちょっと凹んだのは、全然知らなかったんだけど、小倉で一番最初に行ったバッティングセンター、一番最初に行った、三萩野っつったかな。三萩野っていうところだったバッティングセンターに ついて、結構自分で楽しいのは、その自分で作ってきたマップみたいなものを入れつつ、こう iPhone にナビしてもらいつつ、あ、ここなんだってとこ自転車でやっとつくじゃない、ついて、ちょっと遠くまで行くとパキーンってバッティングセンターの音が聞こえてきたりとか、あとその平屋の中に緑のネットが見えてきたりすると、たまにその、かなり最近はその、調べ方のコツも覚えてきたんで、もう閉まっちゃってる、潰れちゃってるとこ減ってはいるものの、それでもあるから、あ、あったんだみたいな喜びがあるんですけど、行ったら、そこに、何これ珍百景で紹介されたみたいなことが書いてあって。で、言われてみたら、俺、何これ珍百景のその回を見たか、下手したらスタジオにいたっていうのを思い出して、なんかわかんないけど、ちょっと手垢のついてる感ってあるじゃん。なんか、もうなんかわかんないけど、まあ、伊集院さんも見てきたんだ感があるじゃん。ね。で、まあ、それでちょっとそこからスタート。そこは、171キロ投げるマシンが常時あって、しかも日曜日は、なんかおっさんがそういうの好きらしくて、そこの。日曜日は230キロまで上げるっていう。そういうところ行って、うわ、すげえなと思ったものの、まぁ、ちょっと手垢がついてる感なんかありつつ、ただまぁ、そこのお店の番をしてた、奥さんがいい人で。で、いいなと思ったのは、うちは何が自信があるっつっても、コントロールに自信があるんです。で、そこの調整が上手らしくて、言われてみると、ね、田舎のバッティングセンターってね、30球のうち10球ボールじゃんってところが全然あるの。10球ボールの上に、工程の調整ボタンもねえじゃんみたいなところもある中で、言われてみれば、そこはその、170球とか200球と飛び道具がある割には、そこがすげえちゃんとしてたなと思いつつ、いろいろ回って、でも中で一番ぶっ飛んでたのは、1日目その小倉の周りをかなり回って、で、本当はその、もっとコンサートで回れるはずだったんだけども、ちょっと雨降ったりとかいろんなことあって、小倉から博多にその日のうち移動できずに、小倉でじゃあ、小倉界隈のちょっと離れてるところの、をローカル線で行って、小倉周りは全部 OK だっていう処理をしてこい。で、博多の周りはまたその後だっていうことにして、これローカル線乗って、まず飯塚、っていうとこ行って、もともと炭鉱町だよね、飯塚っていうとこに行って、そこで調べてきた3軒のうち1軒なくなってたんだけど、まあ、2軒行きました。で、その後今度、多分小倉から飯塚がね、1時間ぐらいあったら1時間ちょっとぐらい電車でかかって。で、今度その飯塚から、まあ、新飯塚ってところから、田川ご当地、つったかな。そこまで1時間何分ぐらいまたローカル線に揺られていくんだよ。ローカル線に揺られていって、その田川ご当地ってところから、さらにタクシーで4キロぐらい行ったところにあったバッティングセンターが、出たよ、化け物。バッティングセンターだよ。バッティングセンターの両翼、向こうの壁までの長さ、125メートルっていう。東京ドームより広いの。よく東京ドームと同じ下でどうかしてるじゃん。何球なんだから。バッティングセンターの、最初目を疑ったよ。行った時、何なのこれ。最初遠くから近づいてくる時に、ゴルフ練習場っていう感じまず。でもゴルフ練習場にして狭いんだけど、バッターボックス立つと、まず71個目の、ここは大雑把なんだけどね。一個目の看板が75メートルって看板なのね。手前刻めよと。と
都内の草野球場のかなり広いとこでもう75メートルですよ。だから、その手前を知らせろよって話なんだけど、まあ大雑把な球場で、その75メートル次の看板が125メートルっていうなら、そこを楽しみくれよって、俺が今何メートル飛んでんのかっていうの一切ないで。要は多分土地代が恐ろしく安いのか、俺はその建築の法律を知らないけど、例えば、家を建てちゃいけないよっていう土地っていくつかあるじゃないですか。ね。あの、市街化調整地域だったりとか、あとは農地だったりとか、そういう土地って家を建てることはできなかったりとかする。要するに上に建物を建てられなかったりすると、一気に値段って安くなるから、もしかしたらましてそのローカル線の駅からタクシーでさらに行ってのとこだから、まあそうじゃなくてもめちゃくちゃ安いのかわかんないんだけど、まあだだっぴろい土地を確保しましたと。これで、ピッチングマシンからバッターまでの距離っていう、距離っていうか施設っていうのは、距離も施設も普通のその辺のローカルのバッティングセンターと一緒なのよ。下手ではゲージが少し少ないぐらいで、5個ぐらいのゲージ、バッティングゲージがあって、それで5台ぐらいのピッチング、普通のボロいピッチングマシンがあって打つだけなんだけど、とにかく、一応両サイドのファール対策用の、ネットはある程度のとこまであるけど、縦はもういいやっていう。ただただ。で、その大雑把さに憧れるのが、ただ単に125メートル先まで、何度かが何パーセントかわかんないけど、ゆるーい上り坂になってるわけ。ゆるーい上り坂になってるから、どんなに遠くまで打っても、いつかは転がって戻ってくるっていうシステムなわけ。だから俺バッティングセンターってそうじゃん。バッティングセンターって、都内の向こうまで30メートルもないような、25メートルぐらいのバッティングセンターでも、結局は真ん中のそのボールが乗っかるベルトコンベアのとこまで、とにかく下り坂になってて、そこにボールが集まるようになってんじゃん。それの距離が半端ないからね。万が一125メートル飛んだとしても、そこからコロ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 で、いつかはこっち戻ってくるだろうってだけのシステムなんで、だけど、俺、すげえ大金持ちになったら、やりたいことは、あれだね。もう見渡す限り、こう、向こうがないバッティングセンターに、まあ、俺だったらね、俺だったら、大体この打席から見ると内野はこれぐらいとか外野はこれぐらいってラインはまあ引いて、じゃあそうじゃないと75メートルか125メートルしかわかんないんだからね。75メートルなの ?125 メートルなのって。でいて、多分バッティングセンターのおっちゃんも普通のバッティングセンターにあるここまで行くとホームラン、ここのさ、的に当たるとホームランっていうのを作りたかったと思うね。で、だけど、それを設置しようと思ってもさ、次の壁は125メートルの向こう側にしか壁がないから、そこに的作ったところで、プロでも軟式じゃ入らないじゃん。で、おじさん多分考えたんだろうね。途中に、おっきな、虫捕り網あるじゃん。捕虫網の化け物みたいのがあって、それが所々に刺してあって、その中にボールが入ったら、一応なんかもう一ゲームできるみたいなルールになってて、所々に。それも、別に規則性なく立ってるっていう感じで、そこがなんだっていうのもなくて、まあでもそこ俺の中ちょっと興奮して、それこの面白さとか良さみたいのすげえ文章書いて、で日記にも書いて、で俺こういうとこ作りて、俺もし自分がそこそこの金持ちになったら豪邸もいらない何もいらないけど、こういうバッティングセンター作って内野のとこ色分けしたりとかして、でも125メートルはいらねえなっていう、90メートルあれば十分だなと思ったりとか、だからもし俺が金持ったらですよ、そういうバッティングセンターを作るのと、それからプリンを運ぶためだけの自家用ジェットをね、それを作ります。それはもう決めました。福岡もネットされてますよね。だから福岡で聞いてる方はそんな当たり前じゃんって言うかもしれないんですけど、河水は結構天気が悪かったんで、もともと天気が悪かったからどうしようかなと思ってたんですけど、でもいろいろ予報を見たら、火曜の夜は降ると。だけど、火曜の昼間と水曜はまあまあ大丈夫だろうみたいな予報が出てて。で、まあ結果裏切られましたんで、まあそこそこ雨降ったんですけど、水曜日その、田川ご当地ってところのバッティングセンター行ったり、小倉の残ったとこ行ったりとかした後に、小倉から、博多に移るんですわ。で、その、車中でまた融通の効かない感じで、ね、車掌さんにお手間取らせつつ、今度博多で、で、博多の周りの行けるとこだけ行こう。でも、博多はまた行こうと思ってるんで、行けるとこだけまあ行こうと。最初の予定よりは随分少なくなったんですけど、回ってたら雨降ってきて。ほんで、その、雨の中、
雨降ってる時にさ、ましてやさ、自転車漕ぐみたいなさ、それも、ザーッと雨じゃなくてさ、割と霧雨みたいなのが延々と降る中さ、自転車漕ぐみたいな運動で体温上がるとさ、雑巾みたいな匂いしてくる。体から。これもしみんなが、え、しないよって言ってる可能性が今頭の中スッつって、嘘ですが、そんな雑巾みたいな匂いなんかする、するとなれば、そいつは雑巾ですよ。ね。まあまあ、じゃ正直に言いますよ。雑巾みたいな匂いしてたんですよ、僕から。ね。ほいで、その、博多の中でも、まあ、最初ホテルを決めて、で、祇園町ところにホテル取って、ビジネスホテルを一つ入って、で、そこで荷物置いて、ダッチワイフをちゃんと寝かせて、そーっと膨らませて寝かせて、まだ破れてないですから、その段階では。ほいで、まあ、周りを行くのに、ホークスタウン、今、ヤフオクドーム。ヤフオクドームに隣接してる繁華街の、いろんなこう、その、楽しいスポット、楽しいスポットの中に、バッティングセンターが入ってるっていうのが、ネットで調べたらあったんで。で、そこ、ずぶ濡れになって、その、雑巾みたいな匂いしてる段階で、あれ？この段階で俺膝から血は出てたかな？出てる。で、この膝から血出た話は時系列的に先なんですけど、これ後になります。なぜなら楽しい話を先にしたいからです。ね、で、行ってさ、それホークスタウンだから行ったんだけど、ネットでさ、まして、Google マップみたいので見てるとさ、その、ここですっていうマークは出るんだけど、そのホークスタウンの建物全体を指しちゃうから、ホークスタウンの中のどこかがなかなかわかんなくて、こう迷ってさまよ歩いてたら、皆さんにとっては常識なんだろうけど、あの中に、HKT の劇場があるのね。ほいで、HKT の劇場、公演をやってんのかやってんのか知んないんだけどさ、HKT の劇場の前に、大勢その、福岡の若い子たち、その、HKT ファンの人たちがいっぱいいる真ん中をさ、雑巾みたいな匂いさせてる芸能人が来るのよ。軽くね、足を引きずっているの。それももう、その話はまたちょっと時系列的には前なんですけど、それで行って、その中のバッティングセンターで、打ったりとか、あと困ったのは、これも福岡の人の当たり前なんだろうな。なんでこんなことが起こるんだろうと思うのは、まあネット、iPhone 使ったり、そのいろんなこうネットで調べたりとかしていく中で、いろいろその、あらかじめ行こうと思ってるとかはすごい、ピックアップしてってるんだけど、ナビのソフトみたいな、便利なナビのソフトがあって、それに、七隅バッティングセンターとか入れると出ないのね。該当する地名はありませんっていうのは出るわけ。出ない。で、ちょっと使い勝手は悪いけどっていう方に入れると出るのね。で、出る上にそのすぐ横のところに駅で七隅って駅もあるから、バッティングセンターが出ないにしても、その七隅駅なら出るだろうと思って、またその便利な方のナビソフトの方に七隅って入れるじゃん。そうそう、そんな駅はないみたいなことが出るわけ。で、もう片方の方に入れると出るみたいなことになるわけ。ほいで、ある程度行って、でもこっちの方、その不便な方のマップソフトでは、こっちしてからこっちだなと思って行くと、青いさ、看板、道路の、その、こっちまっすぐ行くと日本橋ですよ、みたいな青い看板じゃん。あそこのところに、今俺が見てた漢字みたいのが、七隅って出て、このまっすぐ行くと七隅って出てて、その横にローマ字振ったんじゃん。で、ローマ字を見たら、俺七に、何の隅って言ったらいい？あれ、隅っていう字あるよね。墨田区の隅じゃねえや。これ何の隅だろうな。七に、まあ、正解、これ、わかりやすくするには、オチから言うのが早いんだけど、七熊って振ったって。それ字が、いわゆる岩熊の熊。大熊行動の、熊俺母校の、大熊行動の学歴をさらっとじゃあ、殺傷してみたりしますけど、熊であって、隅じゃなかったの。じゃあ、なんでそっちのボロい方のソフトで出たかっていうと、ボロい方のソフトも間違ってんの。だ多分いい加減なんだろうね。その、あんまり調べてないとかいい加減なんだ。その、ボロい方のソフトにも、七隅の字で入ってるから、ボロい方のソフトでは検索できるのよ。間違いが間違いを呼んでるから。で、まあ、じゃあ、Google マップだと、その辺の界隈の地図を出して、バッティングセンターってだけでやってるから出てて、で、俺も見間違えてるの。Google マップは合ってるから。だからそんなことがあって、なかなかその、
あの、七熊バッティングセンター、七熊駅が俺の中である、もうガンダーラ的などこかにあるユートピアになったりと。で、気になる膝の血の話なんですけども、あのね、いろんなとこに行くと交通事情が結構違うってことに気づいて、それも面白いんです。いろんなこう、その、土地土地の事情が違うのがちょっと面白くて、例えばバッティングセンターで言うと、おそらく俺が予想するに、東京界隈でバッティングセンターを巡ってると、意外に建物自体は、ラウンド1以外のバッティングセンターっていうのは、昭和40年代ぐらいからあるものが多いの。40年代中盤ぐらいからあるようなものが多くて、おそらくその時にバッティングセンターブームがあったんだろうなっていう感じがする。で、逆に、福岡の界隈は、俺の予想では、大英ホークスが来た時にドンって盛り上がったのかなと思うような、ちょっと新しめの20年前ぐらい、20年、25年ぐらいなのかな、前ぐらいのバッティングセンターが多いなっていうのと、あとはやっぱり、福岡熱がいいなと思うのは、こうあるべき、野球の街はこうあるべきだなと思うのは、なんかその、福岡のバッティングセンターは、それピッチャーの動画、ピッチャーの動画のところに、ここちょっと感動的だったのは、荒垣、和田、斉藤和美っていう三選手があるところがあって、これはなんかわかんないけど、これが俺東京で荒垣見てもそんなになんとも思わない。だけど、福岡でこの三人を見ると、あの、みんな頑張ってくれって思ってる感じっていう。それなりに怪我を持ったりとか不調があったりとかする選手が頑張ってくれてる感じだなと思って、あ、ちょっとこう福岡のこの三人の、投球フォームを見ながらバッティング練習したいっていう感じはすげえわかるなっていうのと、一見内川ってとこがあって、お前ピッチャーじゃねえだろっていう森福があって、森福はわかる。森福は野球、これ野球わかんない人は森福って誰と思うだろうけど、野球知ってたりホークスファンだったりすると、森福の独特のピッチングフォームと対戦したいってのあると思う。うわ、森福だと思って、森福とやった後すぐ横にずれたら、あれこれ誰だろう、まあ、見たことないけど、って言ったら、背番号1と顎見て、内川が投げてると思って、内川投げねえだろうと思いながら、まあ、これもちょっと福岡らしいなと思って。で、あと交通事情では、なんか、信号の変わり方がちょっと東京と違って、十字路で、車だけ先やっちゃうんだよね。十字路の、自分の前を、自分と同じ方向に向こう側に渡るやつと自分と垂直の方向のその歩行者用信号が同時に青になって同時に赤になって、それでまっすぐの青があって横の青があるみたいな、言ったことわかります？普通はまっすぐが青だったらその同じ方向のまっすぐ行く歩行者信号も青じゃないですか。じゃなくてその時はまっすぐ車だけやっちゃいます。で、それが終わったら、また今度横の車だけやっちゃいます。で、その両方止まって歩行者信号みたいなのがあって、なんかそれって自転車を乗ってる時に、ちゃんと安全確認しないといつもの癖で、前が青だからとか、横が赤だからみたいのはちょっと危険だなと思って。で、あとは、場所にもよるんだろうけど、俺が乗ってた感覚では、こう、歩道、車道を自転車は走らないっていうように作られてる感じ。それはその都心部と、その福岡の中でも、その県央部と、おそらくその周りは違うんだろうけど、車の道路は車が走って、割と広めに、その、ガードレールより歩道側が広めに取ってあるから、そっち側でその自転車を走りなさいって、まあ感じがするわけ。これのすげえ落とし穴にあったのが、なんて、オリオっていう、まあ、駅があるんですけど、その、オリオっていうところから、水巻って言ったかな？水巻っていうところにバッティングセンターがあると分かってて、またこれちょっと小雨が降ってるんですけど、そのオリオから水巻っていうところにバッティングセンター行く途中に、で、またね、この辺になってくるとちょっとまためんどくさいのは、地元の人は分かるんだろうけど、ナビにある程度従っていくと、なんかね、取ってつけたような立体交差みたいなの結構あんのよ。後からでかい道路が通ってそこ通って昔はそうじゃない道路があったところを無理やりくっつけたんだろうなみたいのが結構ある上に、どう考えても立派な道路だなってのに沿っていくと工場に入っちゃうみたいな、でかい工場にそのまま入っちゃうみたいな、でいきなり警備のおじさんにダメだよって言われる感じの、あれこれどこからこれ工場の指導だったのかがわかんないみたいなとこがいくつかあるんですけど、でそのそういうのを経験しながらそのオリオってところに行ったら、まあ、ガードレールの中側を走ってる。で、だんだんガードレールの中側は狭くなってきたんだけど、行こうと思ってる道路は、また、その取ってつけたら立体交差しながら右側にカーブしつつ上がっていくのね。
でもガードレールの道は、の内側の道は左側の方に行くのね。で、もうガードレールからも出ることはできないから、もうこのまま沿って行くしかないなって思うわけ。で、これが良くないのは、良くない。俺の方の落ち度は、まあ、電動アシスト付きチャリだから、坂が割とへっちゃらなわけですよ。ね。で、左側行くんだけど、そこがもうほぼ誰も人が通ってないであろう、歩道なんだけど、木がもううっそうと茂ってる感じの歩道なわけ。だから、割とスピード出しの木がビタンビタンが当たるようなところなわけ。それで、それを左上の方にこう逸れてって、でも、電動アシストだからそんなにスピードは下げないまま、普通のスピードで走ってんだら、上にバチンバチン来るなと思ったら、まさかの、まさかの、道路の側溝ってあるじゃん。道路の底30センチぐらいの溝っこってあるじゃん。コンクリートでボコッとはめてあるやつあるじゃん。あれが、普通鉄の網の蓋がしてあるじゃん。蓋もなく、垂直に横たわってるっていう。道の。意味わかんなくない？意味わかんないよね。だから、上手な罠を仕掛けたなって思います。僕僕鳥のね、僕鳥の漁師さんからしてみたら、ね、ついに奴を仕留める時が来たと思うんですけど、突然ですよ。何が起こったかもうわかんないですよ。突然その30センチのコンクリートできた溝っこが、横たわるわけですよ。平行してるのに俺が落ちるって言うんだったら俺のドジですけど、横たわって、前のタイヤ全部、小径車で、小さい後径のタイヤの折りたたみ車ですから、完全に前タイヤぼっこしはまって、ほいで、出ましたよ。あのね、皆さんね、あれわかりますかね、年代的にこれお分かりになる人少ないと思うんで、僕高校生、いや、中3から高1ぐらいのやつなんで、エキサイトバイク。完全にエキサイトバイクのお調子乗った時のこけ方なんですよ。前全部行って、完全前にすっ飛んで、前すっ飛んで、これちょっと前にお前似たような話してたよなっていうんで言うと、マシコに行った時には僕、自転車に、下が鉄板の道路の、鉄板の道路に自転車斜めに取られ、ロックして取られて横滑りしてるんですよ。完全なる縦回転、俺初めて。完全な縦回転で、俺前を、いわゆるでんぐり返しやねん。完全なでんぐり返しをして、これで、くるってなって、自転車の方に向いたところに自分の自転車が降ってくるっていう。で、それをちゃんとキャッチするという。だからエキサイトバイク越えなんですよ。完全なエキサイトバイク越えの状態なんですよ。で、そういう時にみんな思うことだと思うんですけど、何が起こったかわからないけど、すべてのことをこと細かに起こす。すべてのことをよく言う、崖から、よく漫画であるじゃん。こうさ、何か考え方をしながら崖をずっとまっすぐ行ったら、まあ、トムとジェリー的な、崖のその先の空を3歩ぐらい歩いたから、あれと思って落っこちるみたいなやつは、実は脳の処理速度が異常に上がっちゃってるから、人間が今生命の危険だと思ってる時に何かしなきゃと思ってる処理速度が異常に上がってることが、作り出す、イフの一つのケースみたいなやつを頭の中で映像化しちゃってるってよく言うし、よくスロービデオに見えるって言うじゃん。もう本当にそれなんだよ。情報量がものすごい量来るわけ。でも、なんて、一瞬のうちに、あ、俺あの溝に近づいてる、この溝が避けられない、前に溝がはまりました、視界がおかしくなりました、で、今僕一回転してます、あ、横にこの木の横枝に当たったら俺大怪我するな、怪我は、木は避けられた、あ、今膝にすげえ激痛走ったな、で、いてふっと、この一回転して、空が一回転したなと思ったら、向こうから自転車が飛んできた、受け取らなきゃ、自転車受け取った、自転車自体が地面に思いっきり激突するようなことにはならなかったけれども、果たして俺の体は大丈夫なのかなっていうのの、間のところに、ああ、なんかこうもう異常な頭の回転になってるから、自分の博多のホテルの部屋で寝てるダッチワイフとか、俺を見送ってくれた神さんとか、次の日に、俺に対してプリンのことでクレームをつけてくる、キャビンアテンダントの顔とか、そういう、時空もねじれるんだって。ほんで、あんた思ったんだから、だって、飛行機で怒られた時、あいつだって思ったんだから、それぐらいの。ほいで、怒った後に、いろんなこと考えるんだけど、まずは、俺は、大怪我をしていないのかってことがわからない。全然わからない。で、自分で、まず思うのは、俺は今、立とうと思って立てるかどうか。で、立った時に激痛が走るかどうかみたいなこと、すっごい心配しながら、ゆっくり立つわ。
ゆっくり、もう、俺の、だから、ちょうどなんだろうな、大胸筋、胸の筋肉があるんじゃない？胸の筋肉。で、その下に腹筋があるんじゃない？それ胸の筋肉と腹筋の間のところに、初めてのアムロレイが、ね、今乗ってて、俺大地に立つの感じの、もう、ね、マニュアル見ながら、ゆっくりゴーエーって、俺のおっぱいの下から蒸気がジュワーって出てんの感じで、こいつ動くぞって思いながら行ってる時の。そしたら、痛くないし、痛くないし、右手も上がる。でいて、ちょっと何歩か歩いてみても、大丈夫だって思うわけ。でいて、俺の予想している、いや、内部的な痛みとか、折れてるみたいなやつはないなってわかる。折れてるもないし、あと、6の段が言える。7の段は、こける前から、7波あたりから怪しい。よし、まんまだと。まんまな感じで、バルカン砲も撃てる。で、その感じになってるわけですよ。ビリリリリリリって出てるっていう。ビームサーベルが片方ないってことは、俺ジムだったのみたいな。その感じとかも含めて、全部こう、大丈夫っていう。わかる。ただ、わかるのは、直接的に完全、まず欠損したパーツは俺にはないっていうことや、直接的にぶっ壊れたとこはないが、この今止めどなく出てるアドレナリンが引いた頃に打ち身とかはまあ痛くなるわな。この思いっきりの出方ではっていうことね。ほいでその時にね思ったとても危険なことなんだよね。昔夜中テレビ見てたら海外のテレビのまあ日本版みたいなのやってて、そこに日本人、アメリカ人、外国人、アメリカ人かもしれない、ドイツ人かわかんないけど、そのおじさんがインタビュー、それすごいカルトな番組で、すごい俺面白かった。2回目はなかったし、超面白かった。MTV かなんかが作ってる情報番組で、俺の記憶が確かならバズっていう名前の番組だったと思うんだけど、その番組を単発でなんか放送してて、その中に、で、いろんなこうカルトな情報が入ってくる、すごい俺の中ではこんな番組あるんだってやつだ。その中のインタビューで、外国人のおじさんが顔アップになってインタビューに答えてて、で、自分がすごい気持ちいいと思うことは何だって言ったら、交通事故の瞬間がすごい気持ちよくて、それがもう病みつきになってて大好きで、一生交通事故に遭ってたよみたいなおじさんなのね。ほいで、その人は、だからバイクも買って、バイクにも乗って、で、バイク、もうダメだっていう瞬間が、すげえ気持ちいいんだけど、わざと事故ろうと思ったことは一回もないと。で、基本的にはもう安全に安全を心がけてるにもかかわらず、突発的に起こる事故。その時に頭の中から出てくる、その快楽物質の波に、俺はもう一生取り憑かれていくみたいな話になってるんだけど、その映像がどんどん顔のアップからずーっと引きになっていくと、最終的にそのおじさん包帯だらけでベッドに完全に固定されてるのっていう絵があって、うわー、この人あれだなと思ったんだけど、俺ちょっとわかったわ。このマシコと、いやもちろんこれを趣味にする気はないよね。だけど、このマシコと今回の、その、水巻、オリオ館で、その感じはすごいわ。もう終わった後も、助かったっていう感じとか、いろんなことの全部が、超こう頭の中で、ぐる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 ってなってくのね。それとこう、取らなかった、そうならなかった方の想像とかもすごい出てきて、その道のまあその鬱蒼とした感じをさらにそこ行ってしまうと、俺多分これ福岡、もしかしたら今、オリオ界隈にお住まいの方なら、自分で探せば、俺の言ってるとこ分かると思うんですよ。オリオっていう駅から、裏の道をと大きい道を選びながら、その水巻バッティングセンターって方に行こうとすると、道が、いくつかの大きい道が交差しつつ、立体交差になってるとこがあって、そこの歩道部分を上がっていくと、実はそれ、最初、もう、痛いの分かりながら押して、自転車乗って自転車押して上がってったら、その先は直接、古ぼけた歩道橋に繋がってるから、もともと自転車が選ぶ道ではないんだけどね。ないんだけど、その道の人のいなさ、まだ少々と雨が降ってるから、日頃はどうなのか分かんないけど、その人のいなさ、俺、ここで万が一、脳症出てたら、誰がと見つけるんだろう、俺をっていう。そして、俺のことをいつか見つけたときに、なぜ俺がここにいると思うんだろうとか、そのこととかも、その異常に出てる脳内物質のせいで、超リアルに、
振り向いたら俺のフランス体がそこにあるんじゃねえかっていうぐらいに思いついたりとかするのね。軽いデビッド・リンチ感みたいなのも味わえるのね。あの時に俺これ病みつきにならないようにしようと思うのと、おそらくこのことを帰って神さんに話したら、マシコの件もあるから、これ変な話、俺こんな危ない目にあって大丈夫だったことって人に言いたいじゃん、ちょっと。大丈夫だったことを、ちょっとでも大きく大丈夫じゃなかった可能性を盛りながら話したいっていうのは、こういう仕事してなくてもあるじゃないですか。だけど、これ、神さんに話したら、補助車をつけられると、補助輪をチャリで絶対つける、チャリをつけ、なあ、もう、自転車は駐車場の中だけにしなさい、最初って言われかねないぐらいの、大事故だった。で、言って、でも俺の中ではそのなんか変な高揚感と大丈夫だったっていう、ダメだった方のアンラッキーを考えずに大丈夫だったっていうことのラッキーがまあものすごいから、あとその日の最後をその水巻きってところのバッティングセンターに設定してたから、最後の水巻きってところについて、ほいで、もう雑巾臭さをさらに増幅されてる。まあ、前の日だけど、それ一個前の日なんだけど、その、HKT 劇場の前で雑巾臭かったのの一個前の日の雑巻き臭さなんだけど、そこで水巻きのバッティングセンターで、バッティングをしてたら、左の膝が冷たいってことに気づいた。それも水巻きについて、バッティングセンター打席が入って、素振りしても何でもないの。あ、これ奇跡的に体大丈夫だなと思ったら、その打ってる途中に、左膝の踏ん張りは効くんだけど、それにまとわりついてくるジャージのぬるっと感がすごいのよ。びっくりするぐらい流血してて。膝の裂傷がすごくて。お、ドン引きするぐらい、なんだろう、伊集院さんって、多分俺その膝をまくった瞬間に誰か見た人は、伊集院なんてレッドソックスの選手ですかっていうぐらいの、左だけ。まあ、出てんだよ。なんにも痛くなくて、その多分、異常なアドレナリンが出てるから。アドレナリンか、ドーパミンか、わかんない。マキロンか。マキロンが出ててくれれば相当楽だった。ミノフスキー粒子かなんか出ててくれれば、なんとかね、ごまかせたんだと思うんですけど、今日ガンダムの多いね。で、わかんなくて。で、拭いても出んなっていう感じになってて。俺よくあの距離、これをドクドク出しながら歩いてたなって感じ。まあ、見た途端に痛いね。もう見るまで全然痛くなかったのに、見た途端痛くて。これで、マキロン買って、バンドエイド買って、それ直して。これで、なんか、ちょっと軽く血生臭いは、雑巾臭いはの状態になりながら、電車乗りの、帰ってきましたけど、またそうやって小倉に帰ってみたいな感じだったんですけど、いや、でもなんだろう、なんかね、わかんねえけど、何年前だろう、俺がそのバズっていうやつで、交通事故が、世の中で一番気持ちいいことは交通事故の瞬間なんだって言ってる、行かれた親父を見て、何言ってんのこいつって思ってから何十年かわかんないけど、でもちょっとわかったんだよね。なんか、なりたいなんて思わない。なりたいと思わないし、次も事故りたいなんか一切思わないけど、あいつの言ってたのって、こういうことなんだ、みたいな、やつは、なんかちょっとね、わかっちゃいけないことわかったな。